しほさん、しほさん、何ですかこのお部屋は。どうしたんですか。やばいでしょう。なんかちょっと映していいのこれ、大丈夫。やば。しかもですね、ちょっと中に入るとちょっとここ名前があるからちょっとモザイクかもしれないんですけど、これは3、4年生の教科書とノートですね。そうですね。え、こっちは？こっちは取っとくやつです。こっちは取っとくやつ。はい、これは大丈夫かな。ねえ、なんか汚くない？しかも何この机の上、もう模様替え中ですね。やばねえ。え、なに今全体的になんでこんな汚いの部屋が。掃除しようとして物出したらこうなりました。やばくない？なんか汚すぎじゃない？ちょっと。ですよね。ですよねじゃないよ。しかもね、突然始まったんですよ。平日学校から普通に3時半ぐらいに帰ってきて、なんか気づいたらなんか掃除が始まってて、でも平日だからもうちょっとやったらもうね、ご飯食べたりお風呂入ったりしてもう寝る時間とかで全然進まなくて、なんか気づいたらめっちゃ大掛かりなお掃除してたよね。なんでこれ教科書とかまで全部出しちゃったわけ？捨てたかったから。こういうさ、大掛かりなさ、掃除はやっぱさ、計画的に時間がたっぷりある時にやらないと、ダメでしょう。はぁ、じゃないよ、はぁ、じゃあ。もうなんかもう、この部屋撮影で使ってたりもするのにさ、もうほんと汚いんだけど。ねえ、笑い事じゃないよ。しかもさ、それが月曜日？今日水曜日なんだけど、2日経っても全く進んでなくて。ね。今日実は学校休みだったんですよ、卒業式で。でさ、午前中さ、ずっと部屋にいたからさ、まあ、宿題やってたり、部屋片してたりしてるんだろうなと思って、お昼頃覗きに来たら、スマホ見てた。笑い事じゃないからね、本当に。この状態でよくスマホ見て遊んでられたなっていうさ、なんか、やばくない？ちょっとこれ。真面目にやばいでしょ。それほどでは。汚いみたいな。それほどでは。それほどじゃないよ、ほんと。ねえ、綺麗にできないんだったらこの部屋撤収だよ。え、やだ、それだけは無理。でしょ？じゃあちゃんと綺麗にしてください。はい。わかってんですかね。はい。怒られてんだよ。はい。はい、じゃないもん、本当に。分かってるかな、本当に。大丈夫かな。じゃないよ、もう。なんか、やばいよ。ママが怒ってるなと思って笑っちゃう。なんでよ。笑わないでください。宿題だってやってないしさ。明日提出のものもまだ終わってないんでしょ？イエイ！イエイじゃない。あさってや提出するものもまだ終わってないんでしょ？イエイ！イエイじゃないよ、もう。さっさとやんないと。ま、なんとかなって。ったくもう、ほんとに。どうすんのこの汚い、なんかもう、こんなん。いつ片付けんの？え、今日テープ買ってきたからこれ縛るの。今日縛るの？宿題は？宿題はまたやる。またやるって。今日もうだって、もう今何時？やばくない？ 6 時。もう6時とか7時だよね。うん。それ縛って宿題やんの？うん。うわぁ、寝れないね。うん。明日学校だよ？あとここ片付けなきゃ。これ。やば！どんだけあれしたのかしらね、ほんと。片付けなきゃ宿題できない。しかもピロンピロンなんかなってますよ、LINE。LINE なってる！ラインどれですか？隣。これですか、ライン。もうスマホもどこに置いてあるかわからないわ。もう、本当に。誰からだろう。また来た。あー、そういうことか。明日、もう明日から6年生がいないので、うん、6年生が担当してた挨拶運動の場所を5年生が分担してやるって言われて、誰でもいいからとりあえず来てって言われたの。はい、行こうかな迷ってるんだけどっていうライン。ああ、行くみたいな、そんな感じのラインでした。行くんですか？行かない。行かない。でも早起きして明日乗り気だったら行くけど、うん、よし今日は挨拶気分行く
予定だから行くみたいな、うんうん、行ける気分だから行くみたいな時はいいけど、うんうん、今は正直だるいからっていうかやばくない？プルン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 みんなが鳴ってるけどグループラインこれグループラインやばずっと鳴ってるけどちゃんと見てくださいそういうの答えないと見ないとだよねそうですよはいはいもう気づいたらさえ返信してなかったとかも多いんですよなんかしょうちゃん LINE もねズボラで本当やんなくていいかなやんないでいいやあんまり人が来てきてのせいでダメって言ったもんね先生にさこうやってん先生にやこ先生にさこうやって嫌なのだどういうことかまあ嫌ってことだねそっかってうん、でも一人は行こうって言ってる感じか縛ろう頑張って縛ろううん私さ縛るの難しいえ今から掃除ですかはい本当あまあ宿題終わって明日でその宿題終わってないですよいや、先に宿題じゃない普通。1ページも終わってないっすよ。だから、しーちゃん、やる順番をさ、考えないと。何が今一番先にやらなきゃいけないのを考えないと。これ。なんでそれなの宿題でしょそれ別に明日帰ってきてからでもできるでしょねえ、そういう見極めができてないんじゃないじゃあ、わかりました。だから突然さ、掃除始めたりするんだよね。宿題もやってないのに。しかもさ、こう片付けられないって分かってるのにな、この散らかしをねえ、本当にすいませんでしたあもう、やばいよこれやばいよねうんとりあえず、まずは宿題です、明日提出でしょだって明日提出まずそれじゃない、一番目にやりなきゃ、まあ、授業覚えてないほら、自慢することじゃないから本当にやばいな、まず、待って、これだけ書いてあった一文字じゃんここね、うん、このね、見開き1ページじゃなきゃいけないの、うん、こうまだこれしか書いてないそれ明日提出なんでしょじゃあ早くやんなよやばいもう6時だよ、やばくないやばいよ、もう本当余裕だよねまずそれをやってください見て、私のドラえもんいいからドラえもんは見てチョコエッグに、ねね、こんなのやってるからどんどんやることがさ終わらないんでしょ可愛くないよもう結構うまくかけたなと思ってそうだねもうママ怒ってるんですよ本当なんでよ早くしてもうやりたいやることをちゃんとやらない子はダメよ掃除したいいやまず宿題やなさい掃除したいいや掃除したいって言ってさだったらもっと早くからやってればよかったよね何それ本当今日の朝はスマホのんきにここに寝転がってスマホ見てたんでしょうんうんじゃないよもう本当に汚いのあなたの部屋です汚すぎるもう本当にめんどくさいなんでこんな宿題とかやんないといけないのあれ費用の日ってどこだ費用の費用の費用やば、ほんと、汚なこれ映していいんですかね、ちょっとえ、いいんじゃねやばくないだってだってこの前も映さなかった、汚い部屋いや、なんかすごいよ、今日ふふんじゃない、ふふんじゃんめんどくさいあ、そうそう、私さ、ここのね、片付けてさ、ここにね、漢字ね、ここにね、置いたんですよ、うん、こんな感じで。漢字辞典と国語辞典を置いたんですよ。へぇー。あ、この前それ、セリアで買ったケース？そうそう、ここにね。あ、ここに置いたんだ。そう、ちょっと今ね、うん、入れるものをね、うん、迷ってた。なるほど。そう、だからね、うん、ここにね、うん、でも一応片付けたんですよ。これね、うん。ほら、重くない？ああ、今まで飾ってたやつをちょっと片したのね。そう、片したんだけど、まだ入らなくて、この辺とか。ああ。困ってんの。それでもう今ぐちゃぐちゃなのね。そうそう。これでもほら、もうなんか、開いちゃっててさ。大きい方にしたらいいじゃん。もう大きい方もう詰まってるんだよね。大きい方ももう詰まってるの？これ、カチューシャとかでしょ、ほら。え？これね、詰まってんの。ああ。そう、詰まってなくない？そっちの方が余裕がある気がする。
マジ。あれ、ねえ、見てこれ。やばくないこれ。何これね、これ何これ。どれもなんか刺さってんの。だからね、これをね、ほら裏見てよ、この裏。え、これ、あ、そうじゃなかった、こっちか。何これね、うん、ほら、両面テープ貼ってね、つけようとしたの、全くつかない。そうね、だからかけといて。なるほど。こうやって、そう、ここにね、なんていうの、あったんだよね。そう、あとね、これね、両面テープつけてね、ここに貼ったの。うん、あ、それも取れちゃったね。全くつかない、これ。だから、この、100均で、両面テープ買ったやつ、買ったからね。はい。はい、綺麗になるんでしょうか。まあ、綺麗になったらね、またね、紹介できたらと思いますけど、いつになることやらですね。そうですね。はい、とりあえずじゃあ宿題頑張ってください。頑張りますね。はい、じゃあ今日はしょうちゃんね、怒られるという動画でした。2,3,4,5,6,7,7。いいですか。はい。じゃあ皆さん、7曲なんで、さようなら。923、さようなら。さようなら。923 923 923 923